岡崎市の大門地区では明治時代から農家の人たちが副業としてしめ縄作りをしていて、今では5軒が年間およそ30万個を出荷する県内一の生産地です。このうち蜂須賀正幸さんの家でも朝早くから作業に追われ、稲わらの香りが立ち込める中、稲を編み上げたり切り揃えたりして慣れた手つきで次々と仕上げていきます。しめ縄は横に長い大根締めや縄を丸く結んだ玉締めなど大小23種類が作られ、最近では500円ほどの小ぶりなものが人気だということです。しめ縄作りは来月20日頃まで続き、東海3県や長野に出荷されます。